はようございます。はやぶさスタッフの橋本翔太です。本日は、大阪府の、淀川に来ております。で、何を狙うかと言いますと、のっこみのチヌ、こちらを、チニングで狙いたいと思います。去年発売したズルズルチーヌ、こちらを使用しまして、特大のチヌを狙っていきたいと思います。頑張ります。結構まだのっこみ始まったばっかりなんで、活性が全然高くない個体とかも混じってるんで、これリアクションの要素も持たせた方がいいですね。大きいです。もう手前では食わないですね。今完全に当たりました。一発目のやつはもう完全に当たりです。大きいか。さらにちょっと 10g 持ってきてるんで、それに変えて大きい狙ってもいいですけどね。寄ってきてない感じもしますね。手前では絶対食わないんで、ちょっと手前側で反応がなかったんで 10g に変えました。で、大きいのブレイク狙いでやってみたいと思います。じゃあ行きまーす。ちょー、若干飛距離伸びましたね。これもさっきと変わらずリフト&コールで狙っていきます。今当たりましたね、完全に。追ってこんな。ただ沖の駆け上がりにチヌがいることは間違いないんで、よっしゃ、来た、来ましたよ。 10g 変えた瞬間ですわ。おお、結構サイズいいですね、これ。めっちゃ綺麗に入りましたわ。コーンみたいな感じで。引くね。このチヌ特有の叩く感じが最高ですね。よし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 。まあ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 、いいサイズいいサイズ。よしよしよし。おおお、めっちゃサイズいいやん。そうでもなかったっすね。よいしょー、きびれでしたね。ありがとうございます。なんとかとりあえず一匹やりました。ズルズルチーヌ変えた瞬間でしたね。まあ、このズルズルチーヌ、このジョイント式を採用しているに加えて、針だいぶ太いのを使っているんで、まあ、チヌの激しい暴れとかにも対応しているんで、まさにチニング専用のヘッドになってますね。はい、先ほど、無事にキビレが、釣れてくれたんですが、この春発売した、3g、5g という新サイズを使ってちょっと近場の方を狙ってみたんですけど、まあ、なかなか反応がなくて、で、既存サイズの 10g ですね、こちらを、沖のブレイクにちょっと当ててみたんですけど、読み通り、キビレちゃんが釣れてくれました。まあ、淀川の河口なんですけど、まあ、手前側結構浅いんですね。で、手前攻めるときは、新発売の 3g、5g 使っていただいて、で、まあ、沖に例えばフルキャストしてブレイクに届かせる場合は、7g もしくは 10g、14g といった既存サイズで使い分けていただければと思います。やっぱり重たいところのサイズって結構その届かないところに届いてしまうんで、かなりサーチの範囲が増えますね。
で特にこういうリフト&フォールとかのアクションする際にはやっぱり重たいサイズの方がメリットは大きいですね。でちょっと重たいサイズの注意点なんですけど、まあ、沖狙うときはいいんですけど手前寄るほど荒くなってきてで重くなるほど引っかかりやすくなるんでそこだけ注意していただければと思います。で今ちょっと4月の、まあ、初旬なんですけど、大阪この淀川に限ってはもうナイトゲームよりデイゲームの方が釣果が結構多く出てますね。一個言っていいですか？今のマジでチームです。マジです。ほら鱗ついてますもん。当たりっぽいのあるんですけどね。おお魚や。やばいやばいやばい。寄っては来てます。よし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 。いいサイズいいサイズ。しびれちゃーん。よいしょー。はい、さっきと全く同じパターンで2枚目ゲットです。一応ズルズルチヌの使い方なんですけど基本は巻くだけ。そこをズルズル引きながらそこの感覚をしっかりと伝わってくるんで基本は巻くだけです。ただちょっと根が荒いとことかあと近場のこういったゴロトエリアっていうのはやっぱりどうしてもズルズル引いてしまうと根が上がってしまうんでリフト&フォールのアクションっていうのが有効です。竿先上げて落とす、上げて落とす、でその落ちたタイミングでチヌのバイトが非常に多いんで落ちたところに注意してアクションする感じですね。一応リフト&フォールのアクションっていうのは根掛かり対策プラスそのリアクションバイトっていうのが狙えるんで、まあどちらの利点もあるんで非常におすすめの攻め方になります。魚や。よしよしよし。これも多分キビレですね。結構近いところにいましたね。割とさっきまでずっと沖狙ってたんですけど。うわーやられた。割れました。最後の走り込みで。くそー。そうそうですそうです。沖ブレイクじゃなくてここの、しかもほぼリフト&フォール入れてないですね今。はい。よっしゃ。
ちゃでかい。びっくりしたっすわ。これ年なしいったんちゃいます。完全にやっちゃいましたね。これはでかい。正真正銘チヌですね。いやありました。最高です。ありました。はい、では、ズルズルチヌの、特徴を説明させていただきます。まずこのズルズルチヌ、まあ、あの名前を聞いてもらったら分かるんですけど、ズル引き専用のジグヘッドになってます。でズル引きするときに、まあ、最もネックになるのが、根掛かりですね。こちらの根掛かりを、まあ、徹底的に根掛かりしづらいように設計したのがこのズルズルチヌになってます。で一つずつ説明させていただきますと、まずこのジョイント式ですね、こちらとあとリミッターシステムというのを採用してます。まあ、よく見てもらったら分かるんですけど、こちらのフックですね、可動式になってるんですけど可動域がかなり限定されてます。っていうのも針が前に行き過ぎたりですとか、あとは後ろに行き過ぎたり横に行き過ぎたり、まあ、フックが暴れすぎないようにあえて限定化してるので、ボトムに例えば到着した時に針がしっかり上を向くので、まあ、フッキング率も上がりますし、針が、例えばゴミとかに引っかかることもないっていうような感じですね。あと特徴なのが、こちらのこのシンカーの形状ですね。半月型シンカーっていうのを採用してまして、まあ、障害物を非常に乗り越えやすいっていうのと、あとはボトムの感知能力が非常に高くなってます。まあ、こういうふうに徹底的に根掛かりを、なくそうという設計にしてますので、まあ、安心してズル引きしていただけるかなと思います。今年の春にですね、新しく、新サイズと新カラーが発売になります。でも店頭には並んでるかと思うんですけど、3g と 5g を追加してます。で、こちらの 3g と 5g なんですけど、まあ、この関西エリアの河川ですとか、あとは、まあ、こういった淀川ですね、こういったところは非常に浅いので、7g 10g だとちょっとしんどいかなっていう感じですね。ですので 3g 5g でこちらの近場のシャローエリアですとか、そういったところをズル引きしやすいように、新サイズ、登場させてます。新サイズに、加えまして、ニューカラーが登場します。っていうのも3色、緑と黒と茶色と、登場するんですけど、まあ、全て黒を基調とした、甲殻類を意味とした色になってますので、かなりリアル系のカラーになってますね。はい、お疲れ様でした。なんとか、チヌ1枚とあとキビレ2枚ですね、釣ることができました。まあ、本当に大事なのは重たいところと軽いところ、こちらの使い分けが非常に大事になってくるかなと思います。浅いところは軽いウェイトで釣る引きで、重たいところは沖のブレイクライン、こちらのリフト&フォールで狙っていただく形になります。皆さんもぜひ、ズルズルチヌ、今年の春に、発売したばかりの、新色と新サイズですね、こちらを使って、淀川のチヌを攻略してみてください。ありがとうございました。